さとかで上げて保存数かなりいって、多分春夏もこういうスタイルかなり多くなってくるんじゃないかなと思います。はい、こんにちは、にしおです。今日はインナーカラーの特集です。まあ、インナーカラーとかイヤリングカラーが最近本当にお客様で増えてきてて、で2年ぐらい前からこういたのはいたんですけど、特にここ最近多分春になってきてかなりのお客様がこのメニューを希望されてます。で、まあ、今回はちょっとそこを解説していこうかなと思ってます。そのメニューについて、まあ、実際にこう喋ってるだけだと多分ちょっとイメージ湧かないと思うんで、ちょっと動画っていうか僕画像とか動画を実際のお客様で撮ってきているんで、ここに映しながら解説していきたいなと思うので、ぜひ最後までご視聴お願いします。この動画です。これはちょっとピンク系のインナーカラー入れてるんですけど、ピンクでもちょっと紫寄りのピンクにしてます。で、紫寄りのピンクっていうのは結構あのアッシュ系との相性がいいので、ベースをこれアッシュベージュにしてます。まあ、アッシュっていうのはブルーなんで、ちょっと横が紫なんですよね。で、まあ、その紫を薄くしたのがピンクっていうちょっとイメージなんですけど、ピンクはピンクでもこの2枚目見てください。こっちはコーラル系です。オレンジっぽい感じですね。で、ベースをベージュにしてます。なのでピンクはピンクでも結構この紫みにするか赤みにするかオレンジみにするかで全然変わってきます。この3枚目、こちらなんか結構はっきりピンクって感じなんですけど、この3つ比べても全然変わってくると思うんですよ。なのでピンクが結構一番出しにくいって言ったら、薄いピンクが一番出しにくいんですけど、ベースをブリーチ1回とかじゃ結構難しかったりとかするんで、最低2回とかしてもらって、で赤いピンクにするかオレンジのピンクにするか紫っぽいピンクにするかとかでかなり見え方のバランスが変わってくるので、まあ、担当の美容師さんに相談してどういうピンクにしたいのかを相談した方がいいかなと思います。ピンクってかなり下地によって差が出てきてしまうので、逆にこの次のスタイルですね、4枚目は青です。このぐらい青っぽさ、ビビッドな色味をするときは結構気をつけないとダメなのは分量ですね。分量が広くてビビッドだとかなりインパクトが強くなります。なのでこの場合はこれ結構耳のちょっと後ろぐらいまでにしてるんですよ、インナー部分を。ビビッドな色味持ってくるときはあんまり広すぎない方が僕はおすすめかなと思います。この次の5枚目の緑、これも黄緑なんですけど、これも本当に耳の上までにしてるんですよ。じゃないと結構半透いくとかなりインパクト強くなるので、緑とか濃いブルーとか、あと今回はないんですけど赤とかはかなりあの分量とのバランスを考えないとダメになるので、みんなからビビッドな色味を持ってくるときは分量の幅っていうのを調節っていうのをかなり考えて、でできたら少なめからトライする方がおすすめです。入れてしまうとこういうビビッドなカラーで今度は取っていくのがかなり難しくなるので、失敗したらかなり修正するの難しくなるので、ビビッドな色味を持っていくときは少しちょっと分量を少なめにしてください。ですで、この次はちょっと逆の発想でショートなんですけど、上をブルー味が濃いブラックで中をグレーにしてます。こういうショートとかだとこういう使い方も結構ありになってくるので、ぜひ参考にしてみてください。その次もショートボブで、これはちょっとオレンジ系ですね。こういう感じだったりとか、この次のスタイルとでその次の動画、このこれ医者の方なんですけど、このパターンはかなり深く撮ってます。インナーの部分っていうか、もうほとんどこのトップの部分だけは暗くして、あとはブリーチの抜きっぱなしに近い感じにしてますね。ショートとかショートボブとかだとこういうやり方ができますし、その次の10枚目の動画ですね、これなんかもかなり広く作ってます。でこの10枚目だけはブリーチを使わずに一番軽いカラー剤と6レベル、言ったら14レベルと6レベルぐらいの明度差をつけてこういう風にしてます。これだとブリーチ使ってないんでダメージのレベルを極限まで抑えることができたりとかするので、まあ、その場合とかは逆にビビッドなカラーと違って結構広く取っていかないとあんまりインパクトっていうか稲から入れてる感じが出ないんですよ。少なすぎると馴染みすぎるんで、ブリーチ使わない場合だったりとか明るくしすぎない場合とか、あとちょっと淡い系の色とかの時はちょっと広めに取ってあげる方が結構インナーカラーって分かりやすいのかなと思います。11枚目です。これなんかもちょっと繊細な感じの色にしているので、けど結構深
めにしてます。その代わり明度差をあんまりメリハリさせない感じにしてますね。そうすることによって透明感が出たりとかもするので、結構ボブにも結構相性がいいんじゃないかなと思います。で、12枚目、これも結構僕お気に入りのコーラルとオレンジ、オレンジベージュに近いちょっと薄いオレンジと、あと濃いオレンジっていう一緒の色の系統で使う手法とかもかなり綺麗なので、13枚目、これもまあショートボブの方で、さっきのブルーとグレーにの感じに似てる感じで、濃いアッシュとグレーを入れてる感じですね。同系色で暗めのグレー、明るめのグレーみたいな、ちょっと暗めのオレンジ、明るめのオレンジみたいな同系色でこういう風にまとめるパターンもかなり綺麗なので、ボブとかにはおすすめないんじゃないかなと思います。次がこれね、14枚目のこの、これあのインスタとかで上げて保存数かなりいって、あの実際にお客様もこれ見て来られる方が多かったんですけど、これイヤリングカラーっぽい感じで、もう本当に耳上の2センチだけをやってる感じになります。で、これ南毛さんとかだとブリッジ1回でもいけるんですけど、あともともとハイトネットとか、ちょっと高毛さんとかだとブリッジ2回ぐらいしてあげた方が透明感は出るかなと思います。その代わりブリッジ2回とかをするんで、あんまり広くない方が後々のことを考えるといいんじゃないかなと思います。やっぱ広ければ広いほどブリーチの回数が増えるとダメージにつながりやすくなるんで、やっぱりちょっと少なめでいった方が次からあのやりたい色とかのコントロールっていうか、いろいろしやすくなるので、特にブリーチの回数増やすときは分量も少なめにした方がいいですし、こういうちょっとイヤリングっぽいのも繊細な感じがして、ちょっと今っぽさを感じるっていうか、センスがある感じでまとまるかなと思います。15枚目16枚目17枚目、このあたりとかもあのそんなに分量多くないですね。ちょっとグレー系でまとめたり、18枚目も耳上にしっかり入れてあげて、あのブリッジ2回ぐらいのスタイルになってます。で、18、19枚目とかもこれグレー重とグレーのまとめになっているので、結構ロングの糸で人気の色もやっぱりこういうグレーっぽい感じがかなり人気になってるので、多分春夏もこういうスタイル、ロングとグレーのグレー、グレージュあたりの色の系統っていうのはかなり多くなってくるんじゃないかなと思います。はい、とりあえずこれ19スタイルかな。またこの企画が好評だったら、またいろんなパターンで実際のお客様のスタイル紹介していきたいと思うので、ぜひ動画が良かったなと思う方は高評価と、あとぜひコメントください。ご視聴ありがとうございました。